ナンバーアンダーラインアイの CM 出演でマクドナルドの売り上げが急増。その衝撃の理由とはマクドナルドがファンの心をつかむ。ナンバーアンダーラインアイの CM 効果の真相。マクドナルドの売り上げがナンバーアンダーラインアイの CM 出演以来急増しています。その背景には、マクドナルドを主食として選び、 応援するファンの指示があります。特に、マクドナルドの広告キャンペーンに関連するものでは、人々が喜んで食事の写真を SNS 上で共有し、ナンバーアンダーライン i グループを支援しようとしています。今日から、マクドナルドは期間限定で、チキンマックナゲット15ピースソース3個付きを特別価格で提供しています。 通常価格740円のところを490円で販売するこのキャンペーンは多くの期待を集めています。さらに新しい期間限定ソースレモンハラペーニョタルタルソースとたこ焼き風マヨソースも登場しました。レモンハラペーニョタルタルソースは 爽やかな辛味のハラペーニョピクルスとレモン果汁が絶妙にマッチしたピリ辛なタルタルソースです。このソースには、アクセントとして粗挽きブラックペッパーやガーリックが加えられ、食欲をそそる味わいを演出しています。一方、たこ焼き風マヨソースは、和風のマヨネーズソースで、カツオやアオサの風味が楽しめます。 生姜やガーリックの隠し味が加えられ、まるで本物のたこ焼きを食べているかのような味わいを楽しめます。新しいソースの開発は、マクドナルドのファンにとって待ちに待った瞬間でした。特に、レモンハラペーニョタルタルソースは、ハラペーニョの辛さとレモンの爽やかさが絶妙に組み合わさった独特の味わいで、多くの人々の興味を引きました。 一方、たこ焼き風マヨソースは、まるで本物のたこ焼きを食べているかのような和風の風味が特徴で、日本のファストフード愛好家にとっては、新しい体験として受け入れられています。このキャンペーンには、マクドナルドの CM にも新しい要素が加わっています。人気グループ、ナンバーアンダーライン愛か揃って出演し、 これは彼らにとって初の CM 出演となります。CM ではグループ全員が楽しい時間を過ごしながらチキンマックナゲットとソースを楽しんでいる姿が描かれています。これにより若い世代を中心にマクドナルドの人気がさらに高まることが期待されています。これらの新しいソースは定番のバーベキューソースと マスタードソースと一緒に選ぶことができます。また、追加のソースは5ピースごとに2個目から15ピースごとに4個目から単品で購入することができます。このキャンペーンと新しいソースについて SNS 上では多くの期待の声が上がっています。これ美味しそうじゃない。めっちゃ楽しみこれは美味しいやつだ。 えった小焼き風。困難絶対うまい、食べるしかない、といったコメントが目立ちます。特別価格のチキンマックナゲットは5月21日まで、新しいソースは5月中旬までの期間限定販売です。全国の店舗、一部店舗を除くで提供されていますが、期間限定ソースはなくなり次第終了となります。なお、 このキャンペーンの新しいテレビ CM には、ナンバーアンダーラインアイナンバーアイの3人が出演しています。グループでの初の CM 出演となり、たっぷり行こうぜというメッセージを通じて、新しい挑戦や楽しみを存分に味わう姿が描かれています。この CM も SNS 上で話題となっており、CM 最高すぎる、かわいい。 3人がマックにいる。たっぷりいきます。などのコメントが寄せられています。新しいソースやキャンペーンに対するファンの反応は非常にポジティブです。多くの人が新しい味を楽しみにしており、これは絶対に美味しいと期待を寄せています。特別価格のチキンマックナゲットは5月21日まで。 限定ソースは5月中旬まで販売されますが、期間限定のソースは品切れし大終了となります。このキャンペーンと CM の成功は、マクドナルドが常に新しいアイデアを提供し、ファンの興味を引きつける能力を示しています。彼らの戦略は成功しており、今後も期待が高まっています。これからも、 マクドナルドがどのような新しいキャンペーンや商品を発表するかに注目です。彼らのファンは常に新しい味や体験を求めており、マクドナルドはその期待に応えることができるでしょうかそれとも彼らはさらなる革新を求める声に応えることができるのでしょうかこれからの展開が非常に興味深いですね。このキャンペーンは SNS 上でも話題となっています。多くの人々が新しいソースの味を楽しみにしており、これは絶対に美味しいに違いない。という声が広がっています。さらに、CM に関しても、最高すぎる。かわいい。などの好意的なコメントが寄せられています。ただし、一部のファンは、 期間限定のソースが終了すると再び手に入れることができなくなることに不満を表明しています。マクドナルドは限定商品の性質を理解しているため、このような意見に対しては十分な配慮を払っていますが、それでも人々の期待に応える方法を模索しています。結論としてマクドナルドのチキンマックナゲットキャンペーンは、 多くの人々にとって新しい味覚体験を提供し、ファストフード業界での競争をさらに加熱させることが予想されます。このキャンペーンがどのように受け入れられるか、そしてマクドナルドが今後どのような戦略を展開するかに注目です。この新しいキャンペーンは、マクドナルドの収益向上だけでなく、 消費者の興味を引きつける斬新なアイデアを提供しています。今後もマクドナルドがさらなる新しい商品やキャンペーンを展開し、消費者に新たな驚きと満足を提供していくことが期待されます。このキャンペーンや新商品についてあなたはどう思いますかどの新しいソースが気になりますか マクドナルドの食体験を豊かにするための新たな試みについてあなたの意見をぜひ聞かせてください。あなたはマクドナルドの新しいチキンマックナゲットキャンペーンについてどう思いますかあなたは新しいソースを試してみたいですかそれとも限定商品に対する不満を持っていますかあなたの意見を聞かせてください。